山形で生まれ育ったとんかつ屋、とんかつとんぱちさん。その、県内9店舗目となるお店が、山形市の流通センターに2020年9月にオープンしました。平田牧場さんの三元豚。西蔵王高原で採れたキャベツ。県内産の生え抜きなどなど、山形の地元食材を使用したメニューは、どれも絶品です。この動画では、とんかつとんぱち山形北インター店さんについて、基本情報や事前に知っておくと便利な情報を紹介しています。ぜひ、足を運んでみてください。お店の外観です。この日は天気も良く、我ながらいい感じの写真が撮れました。店内は大きく分けて、入り口から左右2つのエリアに分かれています。右側のエリアの様子です。写真には写っていませんが、ソファー席の後ろには小上がりもあって、ファミリーでも利用しやすくなっています。席の間には、感染症対策用の仕切りが設置されていました。左側のエリアの様子です。テーブル席、ソファー席もあり、全体的に席数も多くなっています。テーブルには特製ソースのほか、ごまやからし、ドレッシングが揃っています。メニューはこちらです。必ず注文するランチ限定のとんかつプラス若鶏カレーランチ。三元豚肩ロース 60g に若鶏カツ 50g がついて、なんと大盛りも無料なんです。圧巻の一皿がこちら。2種類のカツと絶品カレーが味わえるという、お腹も心も満たされる一皿です。ちなみにご飯とキャベツと味噌汁がおかわり無料という、本当にヤバいやつです。子供と分けられるように、とんかつとカレーを別でいただくこともできます。子供がとんかつも少し欲しがるので、同じようなママパパさん。おすすめですよ。子供たちは、お子様カレーとお子様うどんをそれぞれ、きれいにペロリといただきました。こちらは以前、別の店舗でいただいた、とんぱちランチ。平牧三元豚肩ロースが、120g いただけます。もちろんこちらも、ご飯、味噌汁、キャベツがおかわり自由です。味は説明がいらないほど、大満足です。とんぱちさんは、子連れでも利用しやすいサービスが揃っています。子供用の椅子が、年齢に合わせて2種類ありました。子供用のカトラリーもあります。小学3年生以下のお子様には、おもちゃが1個もらえます。このサービスが結構助かるんですよね。お持ち帰り弁当も種類が豊富です。山形県内には、今回紹介した北インター店のほか、本店、志摩店、成沢店、栄店、さくらんぼ東根駅前店、イオンタウン南陽店、米沢店、新城駅東口店があります。住所はこちらです。郵便番号 990-0071。山形県山形市流通センター4丁目 7-2。営業時間は10時から21時です。年中無休です。公式ホームページ、Twitter、Facebook があります。